はい、おはようございます。 S ゆきです。今日は2022年2月の26日土曜日なんですけど、ここわかりますかね。わかんないでしょうね。山形県横根スキー場来ました。とりあえず、1回券3枚買ってきたんですけど、ここはあのリフトは今日覚えてないこの1本だけ。奥にもリフトあるらしいんですけど、まああの人の問題なのかコロナの問題なのか老朽化の問題なのかわかんないですけど動いてないようです。で、ここの特徴はちょっと後で覗きに行こうと思うんですけど、そこごっついハーフパイプあるんですよ。ハーフパイプちょうど今飛んでる人来ないかなと。あ、ちょうど飛んでる人いますね。そこごっついハーフパイプがあって、あの金メダリスト、北京オリンピック金メダリストの平野歩夢選手のホームゲレンデのハーフパイプです。はい、なのでまあちょっと通りがてらだったんですけど、そういう意味もあって楽しんでいこうと思います。じゃあとりあえずリフト3本取ってくれます。はい、というわけで、リフト乗ってきました。横根スキー場、もしかしたら第1ペアリフトとかって言えるかもしれないけどちょっと分かんないです。はて、大事なのはそこのハーフパイプをリフトから眺めるといわれる大事なミッションがあります。はい、正直このためにリフト乗ってるようなもんです。あ、いいねっていうか、いいね、はい。ハーフパイプの方はロープ2で上がるんですね。おお、そんなに混んでないんで、バチクソを回しやすいですね。ロープ2ね、掴んでられる体力さえあれば十分かと思います。あと地味にこの2人乗りペアリフト早いですねちょっと早い。はい、というわけでリフト上着きました。で、こっち、まあ、そっちからあそこリフト乗り場見えると思うんですけど、こっちから行ってあそこまでにあるコースがあるんですけど、まあ、こっちの方は今営業してないみたいです。それが今年はなのか今後はなのかちょっと分かんないんですけど、営業してないとのことです。なので基本こっちのワンコース、ワンリフトワンコースになります。結構ねシャドウあるね、結構きついぐらいシャドウありますね。まあ、ちょっとねこれをね軽く滑っていこうかなと思います。まあ、ちょっと怖いんで様子見ながら行きましょう。あ、なるほど、初心者とかだとこっち外側回ってこの木の下側行くと迂回コースになるんですね。うん、でこのリフト沿いに来るとちょっと中斜面というのか、まあスキー場に行ったら上級斜面っていうかもしれないですね。あそこの鉄塔がなんかチカチカ光ってる。はて、そのリフト沿い行きましょうか。リフト沿い行きます。圧雪されている感じがあるね。そうね、ここら辺圧雪の跡あるんで圧雪ピストに入ってますね。でもってこれ今午後1時ぐらいなんだけど、滑走した跡が 1,2 本しかないっていうね、ちょっとね悲しいことが起きてますね。はい、他のスキー場だったらこんぐらい雪柔らかくて、このシャドウだったら多分ねコブ掘られてると思うんだ。まあでもここは全然そんな文化がないからそんな感じじゃないです。というわけで行きましょう。はい、ここが急斜面でした。うん、多分一番の急斜面だと思う、このスキー場の。でまあ上から合流があって、ここ真ん中のとこ圧雪されてないセパレートがあって、まあとりあえずコース沿いに行きます。おっと、ズブズブする。あいつね、国道沿いの気温見たらさっき8度とかってなったんで、かなり雪これズブズブなんですよ。だからもう冷水板置いてきちゃいました。はい、ズブ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 って感じですね。あ、でもね雪はねかなり滑走性がいいです。この10度弱のね気温なの考えるとね、他のスキー場ねなかなか要するに板つかみとかね、そういうねストップ駅こうカーンってなるやつが来るのに、そこ全然ないですね。そしてまだビス線が残ってる。すげー、
まあ、とりあえず降りていきましょう。はい、というわけでハーフパイプ見学しに行きましょう。あの私すごい遠くに止めちゃったんですけど、あのこの道の駅のこの裏側のところ、ここに止めるとスキースノーボード的にはちょうどいいですね。そこがあのリフト乗り場ですね。うん、特にハーフパイプするだったら絶対ねこっちからね上がってきた方がいいね。はい、よしよし、雪が柔らかい。この除雪した雪だけでどんだけあんなって感じだな。よし、うん、ロープ2営業で、あ、スタッフが一人いてですね。ドローンも飛んでるドローンも飛んでますね。遠くで見た以上に大きいハーフパイプでした。よし、風強い。うん、そんな感じでね、あの平野歩夢選手が育ったハーフパイプを眺めつつ、まあ、この横をスキー場跡にしたいと思います。ここからの景色もいいね。まあ、このピース、よいしょっと、この今撮影してる日は、まあ、あのスキー場3カ所巡りする予定で、まあ、この後もあともう1カ所回ろうと思ってるんですけど、よしと、まあこんな感じの動画を、まあ、シーズン中っていうかこんな感じで あちこちのスキー場巡るの大好きなんでね、こうやって撮影してあるいは滑ってあるいは食べて回っています。はい、うん、そんな感じです。そんな感じがよくわからないけどそんな感じです。まあこういういろんなスキー場、まあいろんなねスキー場特徴ありますよね。どんなスキー場でもね、まあ、ここのハーフパイプはちょっと結構特殊な部類だけど、分かりやすい特殊な部類だけど、そのスキー場の味というか深みというか面白さというかそういう部分があって、あるいはその土地の雰囲気、空気、特産、ね、雪質も含めてですね、みんなバラバラで面白いですよね。こういうの巡っていく動画も今後も撮影投稿していくんで、面白いなとか参考になったとか応援したいなとかね、ムカついたと思った人はぜひグッドボタンとかチャンネル登録とかよろしく。深い、あ、ズブズブ、よろしくお願いします。いや、体重で沈みすぎだろこれ。圧雪かかってるのに沈みすぎだろ。まあこんなね困難なね雪の中でもね撮っていくんで応援してね。よし、それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。